Space Monkeys TV。 はい、Welcome Space Monkeys TV へようこそ。さあ、今日ちょっとね、一変変わったところから動画を撮ってます。さあ、今日はですね、私がいつも釣りに準備に行く時の様子をただ動画にしてみたいと思います。釣りの準備はね、5分で済ませましょう。5分で、皆様5分でできるように心がけましょう。やっぱりね、こだわっちゃうと何時間もね、やっちゃう人とかね、まあそれも釣りの楽しみなんですけど、その前のね、構想を頭でずーっと1日考えて、準備は5分これで済ませましょう。それじゃあ行きます。よーい、スタート。はい、この2つが今回の調校で使用しようと思っている2つのタックルです。ベイトフィネスですね、アルデバラン、そしていつも使ってるポイズンアドレナ 1610M の M とメタニウム DC、 これ古いやつよね、もうあれですよ、ヴィンテージものですね。で、今回持っていこうと思ってるルアーたちなんですが、今回は野池に行こうと思っているので、まあちょっとビッグベイトたちはなるべく少量にしてワーニングで攻めようかなと思います。はい、こちら私がいつも家の中でほぼルアーをしまっているでっかいタックルボックスですね。何回か紹介してると思うんですが、今回で4度目ぐらいの登場になるかな。うん、もうごちゃごちゃですね。で、実は言うと釣りバッグ、リュックサック型と実は腰からかけるバージョンも持ってるんですが、最近これ使ってないです。で、こちらが今回お休みになるタックルですね。あ、ビッグウェイト、これはもしかしたらワンチャンあるかもしれないから、ダッジのハスラーをつけて持っていこうと思います。はい、今回はベイトフィネッシュ主体のワーミングゲームをね、楽しみたいと思いますんで、これのタックルを仕上げていきましょうか。仕掛けは何にしようかな。はい、ルアーはこれを使っていきたいと思います。前回レビューしたね、シェイクシャットのライト萌えびカラーですね。これをちょっと重めのダウンショットでいこうかなと思います。はい、オッケー。まず一つ目のタックルはこれでいきましょう。二つ目のタックルはこれだね。今スピナベがついてるけど、まあちょっと小さめのトップでもありそうな感じがあるから、トップで巻いていこうかなとは思ってるんだけど、まあそれで反応なかったらスピナベだね、秋っぽく。と、最近のおすすめのトップはこれ、これね、ゴーストバスターズのね、新しいトップです。違うね、もちろん使うトップはこいつ、レイドジャパンのツーサイド、これ使っていきましょう。しっかり濡らして縛っとこうと。キュッとね、グッと縛って、よし、これで OK。 でね、意外と忘れちゃいけないのがグリッシングですよ。ちゃんと開けてオイルを入れときましょう。俺が使うのはこれ、 F0 のエクストラロングキャスト、これ使います。はい、ですね、これでタックルの方は完成と。まあそれにあとスピニングを付け足して、明日の池で行こうかなと思います。それプラスルアーはこんな感じ。まあ平均的に、巻物のクランクとか、まあビッグベイトつってもちびたれる。まあ、ビッグウェイトに入んないかな。ちびたれる。まあ、あとは、マイキー。と、あと、ジョイクロの148ぐらいかな。で、あとは、虫系。で、スピナベはこれ1本。で、あとは、ワームはこんな感じでチョイスしました。虫系ドライブスティックファット。あとは、ブルーフラットの 3.8 プラス、これだね。ライトモエビカラーのシェイクシャットで以上かな。で、これだとただの、バス釣りになっちゃうんですけど、僕はね、一応ね、バス釣り YouTuber ということで動画を撮っていますので、これだけじゃないんです。これプラスバス釣り YouTuber には欠かせないこちらのね、ですね、頭につけるタイプの小さいカメラと、もう一台のハンディカム。今撮ってるのももちろん使います。これちょっとね、割れちゃってますけどね。バス釣り動画撮る人は気をつけてください。突風で煽られて倒れるとね、こうなりますからね。それプラスあとは三脚を持って、これだけの荷物を持って、バス釣りに挑むわけです。さあ、明日釣れるといいな。それでは戻ります。これで全てになりますね。準備にはほんと5分ぐらいしかかけません。その代わり、どのようなタックルで攻めて、どのようなルアーで、釣るか、
というのを考えつつ、そこまでだったらバスリになるんですけど、動画をどうやって撮るか、どんな絵を撮りたいかというのをいつもいつも毎日毎日、ご飯を食べててもお風呂に入っててもゲームをしてても考えてます。てな感じで今日はバスリの前日の準備という形でちょっと変わった動画を出してみました。てな感じで以上、スペースモンキーズ TV のバスリ調校前の準備動画でした。皆様も明日頑張ってください。超過期待しています。俺は多分坊主でしょう。バイ。